グッパチのユニフォームちゃんと見よ。グッパチのユニフォーム今回カプコンから発売された SFL 専用のねチームコス、ちゃんとどうなっとるかを一回見ましょう。もうちょっと注視してみよう。注視してどう。ちなみにこれ皆さんどっちの方が好き、 1P 側の白黒か 2P 側の水色白。まあ、ラシードは結構短パンじゃけこの似合うな。下ハーフパンツで上ジャージみたいな。1P1P 白黒左どっちもいいけど青の方が鮮やかに見える。左1P 左。あマジか、結構 1P 多いっすね。あ 1P 派が多い、マジか。え俺こっちだったんよな。めちゃくちゃおしゃれポイントとしては後ろに大きくロゴが入っとんで、これをどう見せるかが鍵となるんですが、ラシードだとね多分ねこれワール打つときに背中の文字が見える。ジャックミキサーの打ち終わりとか、あちょっといいね、オレンジ色に褐色化した EX ワールとともに後ろのロゴが見れる。ちょっと靴も注目してみようか。これ靴がちょっとさスリッポンというかなんかいいね、くるぶし見えんようなさおしゃれなこのスニーカーというかなんというか白と黒のしっかりと使い分けて履いてますね。グッドエイトスクワットが胸元にあって、ストリートファイターリーグが入っとって、ストリートファイター、なるほどいいね。他のねユニフォーム見ましたけど、でもねどこもかっこいい。あの魚群のモケが使っとった白ジャージも結構活かしとったなと思ったし、樋口の拾ったガイルの体操服コスもすげえ良かったなと思った。リアルでも売れそうですよね。おしゃれポイントとしてはやっぱりハーフパンツのところね、ちょっと足を出して追い金みたいな綺麗な足しとんなってたらしい。でもう一個注目してほしいのがこの左上のグッドエイトスクワットっていう、これも一緒にロゴがね、ロゴというか称号が手に入るんですけど、これマジでスターウォーズの背景に見えるんやけど、これ俺がスターウォーズを好きっていうのを知ってかどうかがわからんけど、めちゃくちゃグッドエイトスクワットって書いてある後ろの文字がスターウォーズなんやけど、しかもその横に書いてあるグッドイートスクワットのダルマがねこの画面にね出るっていうのもいいよね。いやなんでね、まあ今回 SFL ね全チームのこういうユニフォームが出とんで、推しのねチームのユニフォームをぜひ買って一緒に SFL を盛り上げていければなというふうに思ってますんでね、あのよければ皆さん SFL ユニフォーム買ってみてはどうでしょうか。でちなみになんですが、なんと CPT の今まで出た CPT のコスチューム、カプコンプロツアーを優勝した選手のコスチュームがセットになって販売されとるダウンロードコンテンツもつい最近出て、まあ、それはカプコンカップ優勝者の、まあ、メナが作ったコスチュームとか、あとはハシャコスとか、まあ、アイドムのやつとかねあるんで、まあ、それも一緒に買えるんでセットでお得なんで、それも良ければあのぜひ買ってみてどうでしょう。いいやつ入ってますよ。